皆様こんばんは。リュウギョラの水槽ガイデンその1を始めたいと思います。今日の水槽は小さい目で2フィットの水槽であり、住人はビジアゼンティアンの子供2匹、こちらいじめられ子1匹と、こちらいじめ子2匹であります。あと後ろ匂いであるはずですけれども、ほにこ見えませんが、もう1匹、実はもう1匹があって、それが普通の、あ、出ました、普通のチャイニーズエオギギター、水槽のも食べてくれるやつで、掃除屋さんです。水槽の中を掃除してくれてます。大変助かってます。こちらにも例のモービングベイトフィルターを装着しました。思った通りには動いてないんです、ストロールは全部上に止まってて、最初はそうであろうと思ってますが、その路材が古くなっていい菌が、そのストロールの地帯にくっちゃっていれば、重くなってもっとこういう風にぐるぐると動いてくれるはずです。こちらも、アモニアゼロ対策としてインストールしてみました。成功でありますよ。こちらの住民です、はい、なんとマリモですね。マリモの繁殖を進めてます。魚たちに食べられないように毎日飲んでます。あとこちらにも自作のフィルターです。大きめのやつをちょっとして設置して置きました。水替えは週に1回で、ずっとこのままだといいですね。綺麗なまま。では、ひとまずアップデートでした。見ていただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。